はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、タカラのね、チューハイでございます。美味しいチューハイ、過去期間限定。ね、こちら。まあ、俺には珍しいアルコール度数が 3% という低めのやつなんですが、なぜ買ったかというと、こちら。ね、果汁が 50% というね、まあ、むちゃくちゃ入ってると。そして、糖類不使用。で、俺、これでついつい買っちゃったんですけど、実は残念ながらね、残念なことに甘味料が入ってましてですね、俺の大嫌いなね、甘味料。スクラロールとアセスルファーム K が入ってます。美味しいチューハイのトロピカルミックス。果汁たっぷり 50% 使用した贅沢なチューハイです。ビタン酸。で、果汁がパイナップルと、リンゴとブドウとマンゴーとグレープフルーツとバナナという何種類 ?5 種類ね、入ってます。すげえな。そしてスピリッツと、これ焼酎入ってないな。香料と酸味料と甘味料ということです。ね。これはすごいんじゃない？5種類も入ってんのか。これなかなか、あれだぞ。やばそうだ。うん。あ、マンゴーっぽい。乾杯。うん。あ、ビタン酸。そしてね、マンゴーっぽい。なんか、全体的にマンゴーの味がだいぶ強いですね。うん。うん。ビタン酸のビタン酸。もうビタン酸の、もう、すっごいビタン酸。ほとんど、めっちゃ気の抜けた炭酸飲料みたいな感じになってますね。チューハイと。この美味しいチューハイシリーズは、なんだ、結構出てるね。オレンジっていうのと、リンゴ。まあ、両方とも果汁 50% のやつですね。で、5月20日に期間限定発売。パインミックスというパインの、パインプラスアルファか。ね。のが出てます。これいつのだ？だいたい。よかった。賞味期限は切れてない。これいつ買ったんだか覚えてないんだけど。うん。これとは別のやつですね。これはトロピカルミックスってやつです。パインミックスっていうのがあるみたいですね。うん。あのね、マンゴーとね、これはね、パインの味が結構強いな、これはな。今飲んでるやつはね。うん。ただね、果汁 50% っていうほど、まあ、強くないっていうか、まあ、どうなんだろうな。わからん。もうわからない。うん。もうパイン、だいたい普通ジュースってパインジュースとかさ、結構味、100% じゃなくても結構ね、10% ぐらいでも結構味するじゃないですか。うん。だから 50% でもね、やっぱ糖類不使用っていうのが結構でかいね。糖類、砂糖あんま入ってないから、果実だけの甘みっていうので、あんまり甘くない。うん。で、甘くないから、なんかあんまり味が濃い気がしないんだよね。うん。
だから逆に薄い感じがするね。味が。やっぱ砂糖があるかなしだとだいぶ違うなって。だいぶ違いますね。まあ結局のところ、パイナップルジュース 100% の半分ですからね。50% ですから。まあ結構確かに 100% ジュースをね、2倍に薄めた感じ。なんでな、逆になんか、砂糖使ってないから。逆になんかあんまり、ね。いや、100% のパイナップルジュースは甘いんですよ。当然。でも、100% のあの、パイナップルジュースの、2分の1しか、ね、砂糖、まあ、50% ですからね。2分の1なわけですよ。ということは、やっぱり、甘くない。ということです。結論から言うと、あんまり、あんまりよろしくない。あのね、結局のところね、結局ですね、アルコール度数 3% なんで、全く酒の味がしない。ので、結果飲んでるのが、もうほぼ、ジュースなんです。ジュースなんだけど、なぜか果汁が 50% のジュースを飲んでる感じ。結果として、普通のチューハイよくは、ね、アルコールが、ないせいで。個人的にも 3% になるともうジュースですから。ジュースを飲んでるんだけど、なぜか 50% のジュースを飲んでる。100% のジュースを水で半分は薄めたっていうのを飲んでる感じ。つまり、まずい。まあ、まずいとは言わないけど、ちょっとおかしい。ちょっと何か。なんかしっくりこない。なんかおかしい。全体的に何か薄い。これでアルコール度数が 6%、7% あったら、あーってなるんだけど、結局そこですよね。味はほとんどパイナップルとマンゴー。半々ぐらいの味です。まあ、これはちょっとよろしくないですね。まあ。まあ、俺も買ったのも、まあ、アルコール度数 3% で買ったん、ね。自ら買ったくせにね、まずいとか言ってんじゃねえよ、みたいな感じなんですけど。まあ。まあ、これが宝じゃなかったら買ってないですからね。まあいいや、これよろしくない。これおすすめしないわ。ただのジュース、よか悪い。ジュースよか悪い。果汁が少ないから。コクとかの、まあ、問題じゃない。甘い。甘いってほど甘くはないんだけど、ただジュースの甘さだからね。まあ砂糖不使用なわけですから。香りもね、やっぱりね、
まあって感じかな。二つ星やな、これやな。これおすすめしねえわ。こんな。こんなって言っちゃ悪いけど。ね。3、3、4、2。はい。お疲れ様でした。